日ご出演されるゲスト、そしてパチスロライターの皆さんにお集まりいただきました。皆さん今日一日よろしくお願いいたします。お願いします。さあそして、ね、スペシャルゲストはパンサーの尾形貴弘さん。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてバチンコパチスロ芸人でおなじみの岡野陽一さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ気分パチパチトークショーと題しまして、超スペシャルなゲストをお招きしてパチンコパチスロの魅力を話し合っていきたいと思います。それでは早速ゲストのお二人に登場していただきましょう。パンサー尾形さん、岡野陽一さんです。どうぞ。よいしょ、こんにちは。お願いします。どうもどうも、嬉しいですよ、はい、ありがとうございます。どうも、はいはい、ようこそお越しいただきました。はいはいはい、お願いします。で、まあ、お二方は、はい、もう本当に超がつくほど、はい、パチンコがお好きだって。好きですね、もちろん、はいはい、でおりますけれども、まあ、実際にパチスロの方はどうなの、はい、僕今41なんですけど、20代はもう10年間全部スロットでしたから。あ、はい、ちなみに、まあ、その思い出の機種っていうか、思い出の機種、もちろんその僕はもうちょい後の大花火とか、はい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 、の時なんですよ、15、はい、それこそバーターで、思い出って言って今パッと思い浮かんだのは、はい、初代のミリオンゴトっていう台があったんですよ。あったね。で、あって、僕京都で売ってたんですけど、はい、1500が天井なんですよ、はい、で、まあ、天井までやってたんですけど、はい、天井の前、1480ぐらいで、持ちお金が全部なくなったんです。なるほどなるほど、はい、まあ天井ってすごいもんでもないですけど、はい、悔しいじゃないですか。まあ、悔しいですね。20歳でしょ、若かったんで、はい、あの一応近くの交番に行って、はい、理由説明して、借りようとしたんですけど、いやいやいや、やっぱ貸してくれません。まあ、まあ確かに、だろ、もう少しでゴッドの天井なんですよ。してくれるわけないだろ、そんなの。ダメだったっていうの。ダメだよ警察お前。ありました、ありました。あのやっぱあのドリンクガールが、はい、ちょっと今ね、なんか青春派になったというか、はいはい、昔ヤンキーしかいなかった。確かにやるというかね、まあまあまあ言いたいことは分かりますけど、めちゃくちゃナンパしてましたもん。本当に今回はですね、そんなお二人が人の気持ちもパチパチ上げられるのかというのを見ていきたいと思います。どういうことですか。題して女性ライターの気分をパチパチ上げろ、気分パチパチ大喜利。いや、ちょっと待ってくださいよ。いや、大喜利は聞いてないよ、俺。ダメですよ。ダメだ、上がんないですよ。大喜利見たことないでしょ、大喜利でなんか出てるの。あの大喜利苦手だから。あの実はですね、大喜利ないって言ったからこの仕事受けたんだから俺。確認しましたもんね。確認しました、大喜利なんですかって。毎回確認した仕事で、はい、俺やり方わかんないから、大喜利の意味がわかんないから。僕ら本当習ってないですよ。うん、習ってない、習ってない。いいから座れ。さあ、ここからは気分パチパチ大喜利ということで、お二人には大喜利に挑戦していただきます。そしてその回答にこの3人の女性ライターが気分がパチパチ上がったと思ったら丸を、気分がパチパチ上がらなかったら×を出してください。で、残念ながら1名以下だった場合には、罰ゲームとして激苦ドリンクを飲んでいただきます。いや、なんでよ。なんでよ。なんで。さあ、それでは早速行ってまいりましょう。まず最初のお題はこちら。パチンコパチスロが嫌いな彼女へスマートなホールへの誘い文句とは。難しいって。ないよ。なんかないよ。嫌いなんだから連れてかなくていいじゃない。いいよ、連れてく必要ないよな。だってじゃあそれでは、はい、一斉のでオープンしていきたいと思います。それではせーの、スリーランバー借りに行かないです。イエー、さくらんぼー、いやいやー、借りに行かない。プリン大好き、プリンプリン大好きね。ちょっと待って、いや、ちょっと待ってください。はいはい、あのこれあのスロットのちゃんと僕チェリーにかかってるんですよ。はいはい、お上手、お上手。プリンは意味わかんないです。いやいやいや、尾形さんは多分ベルにかけたんですよね。そうです、ベル。ベル本当ですか。ベルにかけた。形がベルですから。形がベルにかけた。トリコの氏が一番ダメですからね。はい、ベルでかけてます、僕は。そこだけ分かってください。はい、はい、それではお三方にジャッジしていただきましょう。はい、まずは尾形さんの回答で、気分はパチパチ上がりましたか。プリン好きでしょ。だってせーの、よし、ちょっと待ってよ。よかったじゃん、これ行きたいじゃない。拍手がすごい。拍手がすごい。ドアウェイじゃねえかよ。ありがとうございます。それでは
岡野さんの誘い文句で気分がパチパチ上がりましたか。せーの、おーい、一番やった、ね、答え、ありがとうございます、ありがとうって、ありがとうございます。やっぱこうチェリーとかけたっていうのが良かったのかな。いや、やっぱり上手だなと思いました。ね、ありがとうございます。それでは、激ニアドリンクお願いいたします。最悪のやつらだ。ちょっと待って、もうなんでこれ。それでは、尾形さんの方にはこちらの超激ニアドリンククテイ茶を飲んでいただきます。クテイ茶、クテイ茶、僕も初めて聞いたんですけど。初めて聞きました、はい、何ですか。苦いっていう字なのかな。いいですか。はい、お願いします。いただきます。皆さん拍手をお願いします。第2問はこちら。やっぱり、分かりません。分かりません。考えてるんですけどね。難しいんですか、本当に。分かりますよ、ダメですね。はい、はい、では岡野さんの方から回答をお願いします。パチンコホールに行くことかっこよくです。かっこよく、Go to hell。Go to hell。Go to hell。おお、拍手。おお、ありがとう。なんかでもかっこいいですね。かっこいいでしょ。なんか覚悟を感じました。かっこいいでしょ。ちょっともう書いてあります。ほら、シルベスター・スターローンって感じ。シルベスター・スターローン。ワイルド。シルベスター・スターローン。ワイルド。いや確かにワイルドでクールだけど。ワイルドでクールですけど。金平書いただけですよ。ワイルド。これがそういうことだ、ね。金平じゃん、ただの。これで伝わるんだよ。もうやだよ、大喜利。まずは岡野さんの回答。せーの。やったー、おかしいだろう。岡野さん2連勝でございます。うわ、嬉しい嬉しい。さあ、それでは続きまして、尾形さんのシルベスタースターローンでお三方、気分はパチパチ上がりましたか。せーの、お、あ、上がってる。ってこと、アンジュちゃんが上がってる。こっちは竹内力。どうどう、おー、2個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 入った。やったー、岡田さん、やった、成功、成功、2人とも、やったやったよ。初めてだ、よかった。なんで人名出して丸つくんですか。違いません、なんか。よかった。いや、それでは次が最終問題となります。最後の問題はこちら。女性客が10割のホール、どんなホール。ちょっと待った、難しいの。どっち系だと、どっち系が欲しいの、ワイルド系なのか。確かにその好みを聞きましょう。好みをヒントになるから、向こうのね、ニーズに合わせて。そうそう、はいはいはい。じゃあ爽やか系。ああ、爽やか系ね。爽やか、うん、私はじゃああっさり系がいいですね。あっさりか、パッていうやつね。はいはいはい、なるほどね。アンジュちゃんは、アンジュはちょっとラグジュアリー感を出してほしい。高級感ね。ラグジュアリー感。ラグジュアリー感。あっさり爽やか系のラグジュアリー感。まずは岡野さんの回答から見てまいりましょう。はい、どうぞ。玉がタピオカ。ああ、これは女の子は喜ぶ。これはちょっといいですね。これはポップ。ポップでしょ。これは、ね、面白いとかじゃなくてポップでしょ。うん、ちょっと俺どうしようかな。いや、もう行くしかないです。いや、俺は何だっけ、爽やか系で、あっさりです。あっさり系でちょっとラグジュアリー、ラグジュアリーなんで、僕は風間通りにしました。風間通りさん、風間通りさん、人名が続いてんのよ。風間通りにしました。全部兼ね備えてます、ね、そう、兼ね備えてる、はい、風間通りさん、ラグジュアリーました。はい、それでは聞いてまいりましょう。順番に行くん、はい、岡野さんの回答で気分はパチパチ上がりましたか。せーの。いや、強いな、こいつ。強いっすね。よっしゃ、こいつ前一回も飲んでないっすよ。いや、ほんとありがとう、ね、ありがとうございます、ほんとお二人、ね、でも確かにタピオカっていうワードちょっとやられたって思う。やっぱりね、女子が好きだから。 ありがとうございます。それでは、尾形さんの回答で、はい、気分はパチパチ上がりましたか。せーの。なんでだよ。なんで、風間トオル最高だろうか。風間トオルさんは否定することになるんですよ。風間トオルさんを否定することになるぞ。むしろ風間トオルさんに謝った方がいいです。なんで、不正の、本当にその通りが、ね、本当に、もう、あ、皆さんもって言ってる、皆さんもって言ってます。なんで、なんか理由もなく頑張ってる、なんで、なんですか。あんまり面白くなかったから。これあの運営からのダメ出しとか。なるほどね。多分怒ってるんだね、このコーナーに対して。偉い人が怒ってるんだ多分、ね。じゃあ大喜利本当にお疲れ様でした。乾杯。乾杯。じゃあ。うわー、だからこれは。うわー。
さあということで、はい、女性ライターの皆様、気分はパチパチ上がりましたか？上がりました。上がりました。上がりました。上がった。ありがとうございます。見てる皆様も上がりましたか？ありがとう。上がった。よかった、よかった。上がりましたね。よかった、よかった。皆さん、よかったです。よかった。以上で気分パチパチ大喜利終了です。はい、やった、やったなんか素直に喜べないですね素直に喜べないところありますけども、はいはいはい、ここでこれからパチスロパチンコを始めようと思っている方も今日遊びに来てくださっていると思いますので、 お二方一言ずつアドバイスいただけますでしょうか？パチンコには、人生の全てが詰まっております、皆さん適度に遊んでください。はい、お願いします。そうだね。ありがとうございます。いや、嫌なことあったりしてもパチンコでこう、うん、はいはいはい、発散させて、それで俺なんてめちゃくちゃ嫌なことばっか今日もすぐ行くよ嫌なことあったからまあありましたね、うん、だから絶対始めてほしいです。ぜひぜひお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは今週は本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、バイバイ。ありがとうございます。どうもありがとうございました。